コードフォーギフの天川です。今日はよろしくお願いいたします。珍しく代表ってつけました。ちょっと理由があります。あ同じことにやっちゃった、失礼しました。に、ご説明したいと思います。ここはいいですね。先ほど石井さんからご説明させていただいた通りなんですけども、自分のやりたいことを持ってくるっていうような、まあこうなんか他のだと会社ですとかというふうに持ってるところはあるんですけど、私たちは任意団体です。で、2年前に石井さんから代表を引き継いでいて、まあ僕ぶっちゃけあんまり代表って言ってないんですけど、代表ってなんやねんっていう話になっていて、何すればいいんだろうっていうところを、まあ石井さんに聞いてもよくわかんないし、どうしようかなって思ったんで、私一個コードフォーギフの代表がやっていたこと、やっていいことを考えたんですよ。それが、褒め倒すっていう皆さんがコードフォーギフのやってきたことを紹介しつつ、すごいって拍手していこうと思うんで、私がすごいって言ったら拍手していただけるとありがたいですよろしくお願いします。一つ目、アーバンデータチャレンジです。2020年にワンドックというものがヒーローズリーグのシビックテク賞を受賞しました。病院の付き添いの方が毎回毎回書類を作るのがもうとにかく面倒だと。なので LINE で答えていくたびに自動で書類を作っていくものが仕組みを作りましたということで、シビックテク賞を受賞しました。でメンバーの頑張りのおかげです。すごいこれ気持ちいいなはい、2021年です。伝統産業 ×IT でアーバンデータチャレンジの方で、今回は多治見という陶磁器、美濃焼の町があります。そこと一緒にいろいろな、まあ、アイデアを出していって、どうやっていったらで私たちはこの多治見という町を良くしていけるだろう、良さを伝えていくことができるだろう。で、まあね、右側実はね、ナウシカってセラミック陶器の世界なんですよ。なので陶器を持ち込んでみようとか、そんなアイデアとかをみんなで出し合いました。それってすごく面白いですよね。で、その結果ビジネスプロフェッショナル部門と地域拠点賞をいただくことができました。皆さんの頑張りのおかげです。すごいさらにさらにですよ、いろいろやってるんです。本当に手芸部の方も毎月毎月どんどん積み重なっていただいて、今回もブースもあります。で IODD とか水水会とかこう、ね、それぞれの地域の方もと一緒だと思いますけど、それぞれで活動されていらっしゃいます。もうそれぞれの、ね、やりたいことが形に現れている。もうとにかくすごいって思って、親ってね、このスライドを作ってて思って、ひょっとしたらこれって皆さん参加者の方も一緒なんじゃないかと思っていて、でこうやって自分の時間、ね、本業もある中でこうやって参加していただいている、で自分のやりたいことを実現されていらっしゃる、これはもうですね、最高のことなんです。なのでもう本当にすごい皆さんがすごいんですそんな皆さんが岐阜に来ていただけてるっていうのから本当に嬉しくて、でちょっとでもねこうやって楽しんでいただけたらなと思っています。本当に今日は岐阜に来ていただいてありがとうございます。ちょっとでもね食べ物でも場所でもなんか語り合ったことでも何でもいいです。何か形に残していただいて、で石井さんもいてもらったんですけど、そこから自分の地域に広げていただけたらなと思っていますし、なんか岐阜でこんなことがあったからうちでやってみたっていう話があったら、ぜひね私もそうだし石井さんも遊びに行きたいなって思っているので、いろいろお話をさせてください。今日は本当にありがとうございます。楽しみにしています。以上です。